サクエスウェクトブジュンギャラリー、どうも、ジュンです。はい、ということでね、皆さん覚えてますか？ガチ100連やった時のあの苦い思い出を。シルバーが1枚も出ない。あんなことは許されてはなりません。ということでね、皆さんもね、あとなんでね、出にくさとかあるのかなっていうのを、ちょっとね、ツイッターを使ってみんなに聞いてみました。その、ネットの人は優しいですよ。教えてくれました。心よく。今ちょっと自分のプロフィールに飛ぶんですけど、まあ、簡単に説明するとですよ。やり込み度具合。やり込み度具合で、まあ、出る確率は高くなるらしいです。やり込むほど、やっぱりその、ね、出やすくなるということで、で、よく関係してるのが、このね、TAV、Total Asset Value ってやつなんですけど、まあ、ゼロなんですけど、どうやってあげるかわかんなくて。すいません、教えてくれたのはいいんですけど、教えてもいただいてないのはよしかったんですけど、僕なんどうやってあげるかわかんないんですけどね、とりあえず。まあ、とりあえず、ここの値がよく結構関係してるらしいです。まあ、そんなことはさておき、皆さん。苦い思い出は、100倍返しでね、と思ったんですけど、僕頑張って食べたんですけど、300倍が限界でした。てか、もうそろそろ新しいから欲しいです。はい、ということでね、前回100だったじゃないですか。次は200連やっていきたいと思います。さすがに出るでしょ。てか、出ろよ。ということで、早速ですが、やっていきたいと思います。200枚ですね。本当は300枚にしようかなと思ったんですけど、いや、これは段階やってみましょう。100枚、200枚、300枚、400枚、500枚って、いや、引いていきましょうよ。ということで、やっていきます。お願いだ。出てくれ。シルバー。もうせめてシルバー出てほしいよね。そう、レプリカじゃなくて本物が欲しい。いきます。記念すべき1枚目。あー、天空の要求ね。まあ、これは持ってますね。はいはい。まあ、てかまあ、普通の最初のカードなんで。とりあえず94枚になるまで引いていきます。はい。あー、もう2枚持ってるね。2枚持ってるよ、これも。強いんですけどね。はい、次。あー、後ろのゴール。まあ、これももういっぱい持ってるんで、いらないですね。ただ、これ被ってもね、売れるから。売って、なんかソウルか、まあ、どっちか、そのなんか上のね、そのソウルって赤いやつか、青いやつに変えられるんで、青いやつが確かあれかな。課金のやつだと思った。あ、すいません、なんかボタンが置いてあるんですね。課金のやつ、その要は MCHC あとスレカなんで、どっちかに投げても装備だったような気がするね。あ、まあ引いていきましょう。はいはい、一角十ね。まあこれはまあこの辺はね、とりあえずはい、持ってますよ、はいはい、で、皆さん知ってる方多いと思うんで、とりあえずなんかあんまりリアクションはしないでいきましょうかね。最初の方ね、どうなるの、持たないから、みんな持たないからね。あ、飛行の位置ね。まあこれも持ってますと。あ、キューブス。こいつもね、コスパいいよね。4で9だからね。そう、これで5、ダイレクト4ね。いいよ。はい、ハロウィン系多いですね。なんでこんなハロウィン系多い？クリスマスも出せだったら。ああ、はい、金太郎の相棒ね。こいつも持ってますよ、と。はい、どんどん引いていきましょうか。はい、はい、反撃ね。反撃強いよね。こいつね、入れてないけど、僕には採用です。あ、ドハーフガンダー？こいつね、こいつも強いよね。うん、強いけど、3枚で2ダメージはちょっといけないかなって感じで、僕いけてません。はい、バーバリアン貫通ですね。だったらアローサウルス使います。はい、次。待って、皆さん。嫌な予感してきたの言っていい？持ってるカードばっか出るんだけど。やばくない？今でも被ったじゃん、もう。全然もこいつも持ってるでしょ？あー、なんかいけてる人多いよね、これね。3ダメージ食らう代わりに、1-3のデス出せるんだ。まあ強いよね。だって大体2マナでさ、全員持ちで攻撃力1体力さんいるから、すごい1マナ出せるわけだから、まあ強いけど。はい、ハロウィン。ねえ、やばいね。皆さん。うん、じゃあ分かってきたかもしれないけど、ちょっとやばくない？シルバー出なくない？やばくない？生のあるから。出た、なんかね、体力12するカードね、なんか2枚あるよね。どう使うか分かんないけど、反撃で強いから、反撃っていうのは、あれやね。自分の方が体力低かったら結構発動する効果が多いですから、反撃デッキとかには強いと思う。行きましょう、どんどん行ってみましょう。200枚あるからね。あ、こいつはね、強いよ。うん、だから、ミカンダメージがちょっとね、ちょっとねって感じ。あ、待って、あ、今見えなかった。ごめんなさい、見えなかった。ただ弱いと思う。多分ハロウィン系だと思う。こいつは他に100枚横に作ってます。あー、はぁ、あ、はぁはぁ。まあ、ね、黒デッキに強いかもね。あ、ウシのゴーレムもういらないよ。ねえ。え、コメントに3ダブル。勘弁。弁、ちょっと。ベビーロゴン。あ、これ1枚しか持ってなかった。もう欲しかったけど、今もういらない。はいはいはい、もう持ってるよ。ちょっとさ、嫌なことするもしかしてね。ちょっと。そろそろシルバー。そろそろシルバー欲しいなー。
なんて思った。お、え、こいつって4マナなの？こいつ欲しかったんですよ。欲しかったの。これ強いんだよ、これ。こいつ出したらもう1体出んの、これ。え、これ4マナなの？微妙だな、4マナでこれか。いやー、けどデッキに入れるよね、2枚いたら。あ、1枚入れてもいいかもね。欲しかったカード、あれは。あ、これよくなくもね、こいつはもう俺の好きなカードですね。デザインが。うん、デザインがね。あ、これこいつも欲しかったの。出たー。いいね、いいね。なんか調子よくなってきたよ。欲しいカードがどんどん出てきた。シルバーまだ出てないけど。あ、こいつは1枚でいいかも、いらないかな。はいはい、マナクリスタル1枚出たに加えるね。あれだね、ミロリー文明も結構出てきてるね。なんで、不死者の声多くない？あー、はい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 、大地のセールね。こいつも、まあ、使えるんだけど、1枚でいい。2枚もいらない。はい、ゴブリン。あれってこれもしかしたら持ったことか。確認しようなんで。はいはいはい。まあなんか、あー、エンジェルね。こいつも入れてるし、いるよね。飛行だから強いな。おい、早くないカブリンのちょっと。早いて。はい、ライフドワーフね。こいつもまあまあ強いけど。ランダムだから。攻撃負荷0マナ4。ああ、まあまあまあ、生贄だよね。もはやあれは。そう。ね、呪文で自分のモンスターに行って上がりたいとモンスターもあるからね。まあ強いけど。待って、ちょっとやばいんじゃない？はいはい、さっきのあれね。今見えちゃった。ごめん、やっちゃったけど見えたけど。あれはあの3ダメージ。相手のモンスターに加わるセグル。3マナのコスト3ですね。はい、シーズ。こいつ持ってるね。はい、反撃。かぶるなぁ。はい、こいつ持ってるね。はい、かぶってるね。かぶってるよ。ちょっと。あー、ま、ダイノサウルスは1枚でいい。あー、待って、そろそろシルバー欲しいな。そろそろシルバー欲しいよ。いや、なんか、いろいろかぶってきたよ。かぶってきたよ。おかしいな。あ、ティンコーベルもう一枚出たのちょっと嬉しいかも。ホルス、はいはいはい。おー、あのロケット方式。これ初めて見たね。ランダムの相手に3ダメージ。おー、反撃確かに。反撃はちょっと。反撃いつも、おー、いいね。2枚目出たね、これね。こいつは2枚欲しかったから。あれ、あざすって感じ。はい、さあ、ソーリーさん。はい、痛みの騎士ね。はいはいはい。キュークロス。はい。あ、バジリスクも2枚持ってまーす。モササウルスももう1枚持ってる。1枚でいいからな、有効カードは。え、ハロウィンカード多くない？ハロウィンカード多いって。勘弁して。持ってるカードばっかだよ。ちょっと。さあ、出てよ。ちょっと。こっち、あー、こいつもう1枚。まあ、いらないかな。1枚いらないでくれって。ちょっとさ、視聴者さんも楽しみにしてるからさ。出てよ、ほんとに。あ、これ3枚いらない。3枚はいい。3枚。いらねって！トンネルクレーン。あ、こいつはちょっと欲しいかも。デビドラもいらない。いらないって。出た。ごめん、シルバーじゃないんだけど、こいつめっちゃ強いの。マジ欲しかったの、これ。きた。これ2枚欲しい、マジ。これ2枚欲しい。こいつ本当に欲しい。あー、電撃ね。持ってるカードはね。なんか、被るね、結構。そろそろさ、100枚いっちゃう。あと100枚引いたことになっちゃうんだけど、皆さん。どう思う？ちょっとやばいよね。はい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 。持ってるカードばっかなんだよね。こいつさ、強いよね、やっぱ。デビードラゴン系で。だけど、まあ、入れるか入れないかって言ったらちょっと微妙なんで、ね。手札がなくな、そう、ハンドがどんどんなくなっちゃうから、ああいうカード入れまくると。なぜ良くないからね。ちょっと待って。あ、スケルトン。おー、スケルトン。あんまあ、いらないね。いらないね。本当にね。パンプキンさん、たまに入れてる人いるよね。フシさんね。あ、パンダもいるんだよね。もういっぱい。はいはいはい。はい。次で100枚ね。とりあえずこれで100枚です。皆さん。どうですか皆さん。100枚引きました。出る気する？しなくない？え、マジ出なくない？え、けどさ、シルバー出るって書いてあるんだよね。あっこまいつ。どうする？ギグロサイルス行くみんな。ギグロサイルス100年しちゃう？っていうのをちょっと提案したい、俺は。一応ね、ゴールエンド、シルバーいるんだよ。いやー、けど魔石とかだか、カードはブロンズしかない。カードはブロンズしかない。ブロンズだけだね。ブロンズレプリカ。で、だから魔石とかが出るけど、いや、魔石とかさ、いや、ダメだよね、皆さん。ごめん。俺が間違ってた。ごめんね。ごめん。なあ。
カードだよな、やっぱり。なあ、みんなが見えるカードだよな。残り100枚いくぞ。レッツゴー。エンジェル。はい、ネップヘ。もういらないよ、ネップヘ。はい、インプさんね。バレン初めてだぞ。またこういう4位かないといけない。あー、まあまあ、6、7か。5だったら使った。パンプキンさんもいらないね。レッドゴブリン。はい。不織流。はいはい。パンダ。パンダ1枚でいい。2枚いかない。はい、会長ね。ホルス。ハロウィン。アジューシャー。パラーレン。いや、まあ、持ってるからバック。おー、来た！来たよ。こういう2枚欲しかった。こういう2枚確保できたのはでかい。またデッキがね、強くなります。はい、買いの欲求。いやー待って、結構満足してるけどしてないんだよね。やっぱシルバー出ないとさ、ねえ。シルバー欲しいもん、本当に。シルバーとゴールド。ゴールドは出る確率少ないかもしれないけど、シルバーは出そうよ。ねえ、やっぱ。俺持ってることをね、やっぱ視聴者さんに伝えてくることは伝えていかなきゃいけないよね。やべ、噛んだからちょっと危うくなってきて。いやいや、フラグは立ってない、大丈夫。皆さん、応援してくれ。絶対寝る。みんなの応援の力がね、この確率を変えるね。あれ、確変につながるから。あれ、アイノサウルスいらないね。いらないね。エンジェル、はいはい。はいはい。はい。ねえ、マジやばいな。え、てかみんなさ、これまとめて引いてんのかな？いや、みんなのガチ動画とか見たいよね、やっぱ。いや、みんな気になるじゃん、やっぱり。だってさ、こんな聞いて出ないとこもありえるからね。確率はやっぱ大事だと思う。しかも、ああ、これ2枚欲しかったというか。やっぱさ、あれじゃん。NFT ゲームってさ、要はお金が動くから、そうそう、パズドラとかみたいにガンガン出しているわけじゃないから、まあ、確率みんな知りたいでしょ。こういう動画はマジみんなためになると思ってるから。俺頑張るから。から頑張ってるんだけどさ、なんでシルバー出ないの？そろそろ出てよ。ちょっと？ああ、なんか被ってきたよ。ちょっと？アルゴ持ってるし。かぶってきたな。ニンジンちゃん持ってるし、俺。シャーマンもいっぱい出てるし。ちょっとおかしいな。出てよ。え？待って、マジでさ、見たことあるカードばっかだよね、みんなね。見たことあるカードばっかだよね。スケルトンなのに、もう、待って、やばくない？金カビが早い。じゃあ待って、みんな追いつこう。落ち着こう。みんな落ち着こう。待て。話が違うじゃないか。ちょっとさ、運営さん、出してよ。そろそろさ、出して。期待してるよ。うん、期待してるから。はい。はい。はいはい。あ、ちなみに皆さん、ここのね、飛行っても書いてあるじゃん。の下のこのメダルのマークがシルバーのやつを今さ、あれ、当てようとしてるから。ここしか見えないからじゃん、みんなね。気をつけてみる。あー、やばい。かぶる。めっちゃかぶる。こんなにかぶっていいのね。おー、来た！これ2枚欲しかったの、ロックガーディアン。よし。これ2枚だとでかい。だいぶね、デッキ編成は良くなってくる。ノーマルカードでいいカード出てもいいんだけどさ、シルバーが欲しいんですよ、こっちがと。シルバー。待って、ちょっと怪しくない？なんか同じカードばっかりじゃない？ちょっと！ねえ。やばいよね。良くないよね。良くないんじゃないかな。良くないんじゃないかな。同じカードばっかだよ。ちょっと良くないんじゃないかな。ん？やばいんじゃない？おっと、なにこれ、ドラゴンのソックス。サムネイル。これ強くない？これ強いよね。後半とかに来たら強くない？これ。ありだな。ちょっとこれはデッキ編成を見直す必要がありますね。まあそこはいいんですよ、皆さん。あと10枚しか引けないの。どうせだったら全部いっちゃおうと思ったけど、やっぱ100、200、300ってやっていきたいじゃん。俺 A 型だからそういうところは気にしちゃうんだよね。ということで、あと10枚。皆さん、出るよね。いやもうこれ出るよね。出なかったらおかしいよね。行こうか。はい。あー、もういかないな。いっぱい出てるな、それな。はいはい。もうバスケのフリースローぐらい緊張する。持ってるねー。ちょっと。いや、持ってるねー。せめて持ってないから欲しいな。やばいな。皆さん、ちょっとやばい。心折れそう。はい。あのさ、パンプキスさん、5枚ぐらい出てない？あ、俺持ったわ。3枚出てるよ。持ってるー。
ちょっとやばいね。俺、もう、怒っていい？怒っちゃうよね、こんなんね。おかしいよね。出なさすぎじゃない？やばい。あと2枚。もう、出てよ、シルバー。シルバー出てよ、お願い。はい！足が違う。お願い、出てくれ。神谷さん、行くよ。3、2、1、ローマンの旅。チーン、巨漢の年齢。おい、マジかよ。おかしいだろ。確率どうなってんの、本当に。シルバーこんだけ入ってんだよ。こんなに。こんなにシルバー入ってんのに1枚も当たりはしないよ。どういうことですかっていう話ですよ。見てよ、こんないっぱい当たってんだよ。おかしくない？おかしいよね。マジで？こんなに当たんないもん。じゃあ皆さん、なんか俺気分悪いから、ちょっとギルドサイクス50だけやっていい？こっちも出るカード気になるからさ、50だけやらせてください。まあ、だってよくないよね、こういうの。なんでシールはこんな出ないんだ。ギルドサイクスなんか面白いの出るじゃん。こっちの方が今いいかもしれない。ああ、なんか水文明のやつ。青文明が結構出てるね。洞窟だ。まあ、あれ44枚までいきます。なんか慣れたなぁ、ほんとに。あ、なんかいろんな文明のやつじゃない、こっち。お！欲しいカード当たった。俺これ欲しかった、ヘブンズガード。これ強いんだよ。勝手にプラにしてくれるから、こいつで守れば、だって相手の手札が悪かったら、どんどんこいつでプラスされてるから、こういう、体力が。めっちゃ強い。え、待って、こっちの方がいい説するんだよ。え、こっちの方が良くない？なんか、文明のカードいっぱい出るじゃない。え、そういうあれなの？ギルドサイクスって。良くない？まあ、とりあえず引いていきますか。まあ、こっちの方がいい可能性あるな、これ。生命の吸収、最も体力の低いガンダムの相手にといったら、そういうの。強いじゃん。これシルバー？これシルバーじゃないね。ああ、これ欲しかったやつだ。コピー出すやつね。3万なんだよ。強いんだよね。攻撃力3だし。って考えると悲しかったな。出なかったな。こんなんじゃないもん。慣れちゃったよ、俺。なんで？ 200 万引いたんだよ、俺。おかしいって。おかしい。うん。当たらなすぎだって。こっちは文明系しか出ないかもね。でも文明系出るのもいいよね。なんか、歌舞伎出してきたけど。ただまあ、50枚しか引かないから。ああ、今の欲しかったカード、俺。水文明も最近やってるからさ。これ。ん？ダークエイグの脱走者。6枚が1枚のやつ。ああ、強いかもね、これね。ただまあ、シルバーではないね。すべてのアイテムにとっても。これ強っ！あ、これ強いわ。水文明はやっぱり強いよね。全部戻したらだって大変なことになるよ。相手にしダメージ。強っ。意外と文明カードいっぱい出るのいいね。こっちの方がだって使うじゃん、ぶっちゃけ。文明カードの方が。ああ、こいつもなんか持ってる。文明カードの方が使うかな。あとやっぱ緑まだ使ってないけど、再生多いね、ドレインとか。ああ、コピー出すやつ。コピー出すけど、マジね、緑文明多い。青文明も今頑張って使って150勝目指してるけど。あ、そうだそうだ。あ、44枚だ。まあ、戻してっと。あ、なんか出るカードはだんだん、モササウルスね。モササウルス9枚なんだよね。ちょっとね、2枚出るのに食われたところだ。はいはいはい、いいんじゃない？あ、ギグドサイクスの方がちょっと気分いいわ。わけど、なんだか、今の噴火欲しかった。赤文明使った時はあれ絶対入れる。だけどまあまあ、なんだろう。まあトータルしてまあ、有料しげたからいいんだけどさ。まあ、ただね、こっちも被ってるから、もしかしたらあっち引いて正解だったかもしれないけどね。こっちはなんかどっちかっていうとあれだね、補助カードが多いかな。相手ユニットに8ダメージだったら、相手リーダーに2ダメージ。なんか強いな、これ。はい。あともうちょいで終わりだね。これさ、これ、ブロンズか。はい。
で、あと3枚ぐらいね。ターン終了するのに近い。強いね。はい。はい、あと1枚。はい、50枚引きました。まあ結構引いたんじゃない？今日なんか結構出てないカードとかも多いけど、マスター、まあレプリカ、ブロンズ、ブロンズ、ブロンズでしょ？まあブロンズしかないから、なんかサークルって書いてあるけど、なんか書いてあるね。ごめん、ちょっとこっち3つ、これ最後見て終わろうか。サイクストア、フリーバトルの方針、サイクル的に書いてある。で、発行枚数制限のカードは残り枚増枚数が0枚になった時点で、採掘することができないけど、ゼロって書いてないもんね。シルバーカードの排出率はエコシステムの健全化のため、様々な要因で変動する。あとこれが TAV とかあるんですね。で、現在これに発表される上昇原因は、プレイヤーの称号数。あ、称号か。称号もか。バトルを行ったカードのレベル。あー、なるほどね。まあさあ、とりあえず、皆さんダメ元ですけど、所有カード見てみましょうね。のシルバーを表示します。はい。あれ？はい。ででん。ガイド通過ではありません。今回も当たんなかった。多分レプリカも当たってないよね。3枚のままです。あー、マジかよ。おかしいだろって。はい、皆さん、ちょっと結果は、まあ、100枚にするとき200枚引いてみましたけど、当たんなかったっすね。マジでそろそろ当たってほしいです。ということで、またね、次300枚貯めて、ね、リベンジしたいなと思ってます。100枚貯まって、採掘の方、ギルド採掘の方、50枚やったからさ、次100枚ってやっていくのもいいかもしれない。まあ、とりあえず、まあ、なんかその、ガチャを引きたいタイミング、行き詰まったタイミングでやりたいと思います。それで皆さん、ね、引いてみてください。俺の気持ちちょっとわかります。発狂俺ちょっと抑えたもん。うん。周りの人に迷惑かかっちゃうからさ、近所迷惑になっちゃうから、ちょっと抑えたけど、抑えてこれだから、ね。まあ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 、そこら辺はいいとして、皆さん、ぜひね、これを参考にね、なんか貯めて引いたりとか、まあちょこちょこ引いたり、まあこういうのが出るんだとかいうのをね、参考にしてみてください。はい、ということで、ね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価とコメントぜひぜひお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、Facebook はまあいいか。まあとりあえず他の YouTube チャンネルとかいろいろやってるんで、概要欄からチェックしてみてください。お願いします。はい、ということで次の動画でまた、んじゃね。ん？またじゃねって言って。次の動画までじゃね。まあいいや。とりあえず。